よくね、谷山紀章さんと名刺行ったりとか、声優の谷山紀章さんね、あの飲みに行ったりとかしてんだけど、はい、それこそ最初の頃なんかはさ、はい、先輩だし、あの風貌だし、ちょっと緊張したりとかしてたわけ。はい。で、それは酒飲むタイミングじゃなくて、今は違うんだけどさ、はい、当時紀章さんって野菜が嫌いで、野菜が嫌いなのに、その要するにサラダとかお肉とかご飯がついたような、そういうステーキみたいなローストビーフかなんかかな、食べに行ったの。そしたら、俺サラダ嫌いだからヒロ君食べてっつって、サラダだけポンっつって俺に渡すって、渡すって。ちょっとこれを見た瞬間に、あ、この人子供みたいだな。お母さんに、お母さんにこれ食べれないから食べてって渡す子供みたいだなと思って。俺野菜嫌いっつって、ヒロ君これ食べたいっつって渡されて、これ見た時に、あ、この人とは仲良くできそうだなと思って、本当にいい人、面白い人だなと思って。あ、そうですね、可愛いなって思ってしまった部分でございますね。お願いします。お願いします。紅生姜好き、紅生姜好きでしょ君。紅生姜、ごめんなさい、待ってください、うん、じゃあいただきますね。ちょっと、うん、紅生姜、じゃあここに入れてください。君好きだよね、紅生姜、きっと。紅生姜好き。どんなチンプなゲームも最後までやってやるけど、三流作家の作ったシナリオじゃ満足しねえぜ。